神田沙也加、2021年、彼女はマイフェアレディの公演のため札幌市内のホテルに宿泊していた際、14階の屋外スペースから転落し、多発外傷性ショックで亡くなった。35歳だった。遺書に関しては警察や家族からの公式発表はないが、週刊文春が公開したところによると、2通の遺書が存在したようだ。1つは事務所宛に書かれたもので、喉の不調や愛犬の死など個人的な悩みが綴られていた。もう1つは交際中の彼氏前山武久さん宛のもので、女性にあんまり強い言葉は使っちゃダメだよ、一緒に勝ち時に住みたかった、2人で仲良く子供を産んで育てたかったです、ただ心から愛してるよ、という深い愛情と未来への希望、そして別れのショックや悲しみが表されていた。